はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合、年齢的にはですね、もう老齢厚生年金を受け取れる年齢になっていたとしても、役員報酬が高いので、実際は年金が支給停止になっていて受け取れていない、こういう役員さんがとても多いですよね。そこで私どもでは、そういったお悩みを解決できます、役員報酬最適化という情報をお伝えしております。役員報酬の年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実はこの支給停止になっている老齢厚生年金を受け取っていただけるようになるんです。ご興味がある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。